ギブソンタック松本1955レスポールゴールドトップ、ギブソンタック松本1995違う、ギブソンタック松本、ギブソンタック松本1955レスポールゴールドトップ、高評価よろしくお願いします。ギブソン公式チャンネルにも動画出てるんだね。そのプロモーションビデオというかライブビデオのつなぎ合わせみたいなやつは出てるんですけど、実は1年ぐらい前にあのギターを弾いて、はい、タック松本ハロー YouTube みたいなことをタック松本が言っている映像みたいなのが1年ぐらい前に実はもう流れてるんですよね。ギブソンの なんとかなんかお祝いみたいなやつかな、なんかわからないですけど、抱えてるギターが今回発表されたシグネチャーモデルだったっていうことで、というかもしかしたらもうブルーズマンとかもう、なんかツアーもなくなって台無しになりましたけど、もうあの辺で実はもう発売する気満々だったのかもしれないですね。来てなかったらもう3年前に発売してたのかも。今デジマート見たらタック DC GT エイジドが250万で出てました。なるほど、やってますね。250万って。あれもでも元の値段高いですよね、やっぱね。真っ先にでも思い浮かびましたね。エイジドでクラック入ってる感じのゴールドトップみたいなことで言うと。そう、だから今回のモデルをなんか予測できる材料はいっぱいあったんですよね。そうやって本人がゴールドトップは買ってるとか、リフィニッシュしましたとか、やたらゴールドトップをなんかこう、そっちに気が入ってるようなところもあったし、バーブリッジはそのオックスブラッドでも使ってたし、タック DC ね。もうあんなのはいつだ、15年ぐらい前に出たのかな。タック DC のゴールドトップのエイジドっていうのがあったので、今回出たニュータックモデルについては予想可能な範囲ではあったんですけどね。でもなんか俺、ニュータックモデルを予想してくださいみたいな、なんか生放送でコメント来て、コリーナなのかな、どうなのか。でもなんかコリーナが俺は最有力候補だと思ってましたけどね。でもなんかちょっと前にサケッチと一緒にお茶の水の楽器屋さんに行って、さっきかな、ギブソン担当の人みたいな人が、あれ、寺西さんじゃないですかみたいになって、ちょっと喋ってたんですけど、なんかコリーナってなんか有毒な木材なのかな。とにかく、なんかコリーナをあんまりたくさん使うのは良くないんじゃないかみたいな話があるとか、そういう勢力がいるとか、それを聞いた時に、ああ、じゃあタックモデルコリーナ出すの多分ないかなみたいな、なんかそういうちょっと引っかかるところとかがあると出しにくいですよね。あそこまでこう、大スターになってしまうと。コリーナを使わないで今日の人は、ね、ファンの中にもいるかもしれないんで。新タックモデル知った時、もう出ないと思っていたので、久しぶりに声出して驚きました。俺もなんか、緊急生放送やりますなんて、ファイブエラーズの時にちょっとやったかな。さすがにその匂わせみたいなのとか、散々そのコリーナのフライング V が出るんじゃないかとか、ゴールドトップが出るんじゃないかとか、なんかいろんなことが言われたので、もっとなんかタバコサンバーストみたいなレスポールとか、もう使ってますよね。サマソニカなんかで俺見たのかな。タバコとかチェリーとか普通のレスポールみたいなやつにピックガードついてる状態で使ってる時とかあったんで、あ、なんかこういうの出すのかなとかちょっと一瞬思ってたんですけど、出るような気配は何年か前からずっとしてはいたんですけど、さすがになんかそっからもう 2,3 年経ってるんで、あれ、もう出さないのかなみたいな感じは確かにちょっとありましたね。所有してるものを正確にコピーってこと、まあそういうことなんですけど、一個前に出たシグネチャーモデルは本当になんか打痕とかまで再現してる。まあたださすがにその木とか木目、そこまで再現するのは難しいでしょうけどね。実際その本人の持ってるものについてる傷みたいなのも全部再現したっていうモデルが出たわけですけど、今回のやつはさすがにそのゴールドトップ、あの塗りつぶし系のギターってクラックが入るんですけど、ヒビが入るんですけど、塗装に。初代タック松本モデルキャナリーイエローもめちゃくちゃクラックが入ることで有名でしたね。で、そのクラックをさすがに全部同じように入れるって、そんなの、カッターで削ってるだけやんけみたいな感じになるので、なんかそのクラックの形とかはさすがにそれぞれ違うんじゃないのかな。まあ、とはいえ、かなり本人所有の本物のヴィンテージギターを忠実に再現することに、まあ、挑んでいるというような商品なんでしょう。今回のシグネチャーモデルはタックのネームは印字されてないんですかね。そんなの入って出たのってもう CY とタックバーストだけじゃないですか。最初のあのギターって本人がいつ頃買ったんでしたっけ、知りません。そういうのはね、サンダーウィングさんかな。なんかね、このビーズ界隈ってね、すげえ尖ったロックマンのことばっかりやってるあっちゃんとか、初期ビーズのオケばっかり作ってるマックマンさんとか、アンプとかじゃなくてギター。この辺だけが写真に写ってるとかでもうどのギターとか分かっちゃうみたいな、鬼劇マニアックおじさんみたいな人がいるんで、多分ブログとかに書いてるんじゃないでしょうか。1955ゴールドトップを本人がいつ買ったかというのは。今回のニューモデルは、55年モデルということでバーブリッジが使われていますが、バーブリッジのギターって弦高調整がしづらいとかはないのでしょうか。
か。原稿調整はチューンオマチックと全然変わらないぐらいにはできるんじゃないですか。チューンオマチックも結局もうこれしかできないですよね。レスポールがもともとが弦1本ずつで原稿を変えれるわけじゃないので、バーブリッジでも全然こう1弦側上げる6弦側上げるっていうのは全然できるんじゃないですか。オクターブが狂ってしまった場合には調整のしようがないと思いますけどね。オクターブ調整に不安があるみたいなことは本人もコックスブラッドの時に言ってましたね。解放かなんかで当たってテラーニさんが弾いてるの見たいです。抽選に一応エントリーは しようとはすごく思ってます。まあこんなことを言うのもあれですけど、もう60歳回ったタック松本ビーズ35周年、もうさすがにこの前のタックモデルからもう何年経ってます？もう 4,5 年経ってますよね。出る今回のやつが出るまでに、で次5年後ってなったらちょっともうさすがにそれ出んのっていう感じが、だから今回最後かもしれないっていうことは、まあ次の時もまたそんなこと言ってるかもしれないですけどね。シグネチャーモデルの話だけじゃなくて、いろんなことのにおいてそういう意識を持ち始めてるビーズファンは結構多いんじゃないかな。いつまでもやってほしいというね気持ちはあるのは当然わかるんですけど、俺だっていつまでもやってもらわないところも TGO がありますんで、もうよろしくビーズさんどうか直前まで頑張ってくださいよ。俺より先にどうかよろしくお願いします。無理かなさすがに。でもあんだけ金持ってたらなんか延命手術みたいなとかなんかこう130歳ぐらいまで生きないですかね。ジャスト20歳ぐらいタック松本とテラーには年が違うので、120歳でギター弾いてたらもう相当やばいですけどね。もうギター1000人を通り越してギター妖怪になってますよね。その妖怪ですね。火の鳥ぐらいからあと何回この人たちのことを見られるんだろうと思うこともありますが、毎度そんな不安を払拭してくれるライブをしてくれるのが本当にすごいですと。いよいよ稲葉さん声が出なくなって裏に引っ込んだとか途中で、ね、中止になったとかっていうのはありましたよね。あれついに来たかっていうのはちょっと感はありましたけどね。ただそっからのそのツアー中にもうめちゃくちゃ声出てるみたいなところまで持ち直したんじゃなかったかな。あとその去年一昨年のファイブエラーズ配信ライブ5週連続の1週目かなで結構ねなんかね調子悪そうだなっていう感じはすごいしてたんですけど、次の週だから次の次の週だからでめちゃくちゃ盛り返してましたね。エディ・バンヘイレンは65歳で奇跡っていうものかなこれに入られたので健康第一で活動してほしい。まあバンヘイレンがどうだったか全然わからないですけど、日本ってやっぱり銃がないとかドラッグがまああんまりない、アメリカとかに比べればまあ健康な人やっぱ多いですよね日本人の方が。おそらくなんか体鍛えてるとかそういう意味ではなんか欧米人の方がちゃんとしてるところが多いような気がします。でも極端に太ってる人もめっちゃ多いですからね。鍛えてる人でももうステロイドめちゃくちゃいってしまって体おかしいとか、まあだからそういう意味では日本のタック松本はまあバンヘイレンが死因が何なのかとか俺も全然詳しく知らないですけど、ビッグ当たれって言ってる人いるな。トトのメガビッグっていうのを買ってるんですけど、もうほんのちょっとだけね、買わなきゃ 0% だけど買えば 0.00000 何%にはなるんで、ゼロじゃなくしてるっていう程度ですけど、来週発表になる今買ってる分はもう21億ぐらいのキャリーオーバーがついてるんで、これ当たったらもう俺もこのシグネチャーモデルをもう俺が金出すから君たち予約しなさいっつって生徒にやってもらおうかなでそのまま上げるみたいな。21億当たったらもうそのぐらいのことはしますよ俺は。そんなことやったら TGO に殺到するんか。スラッシュモデルとかなり違うんでしょうか。そら知りません。まあでも基本的にはレスポールなんで、誰それモデル誰それモデルとあんなもんもうはっきり言って俺の中ではほとんど色違いみたいなもんだと思ってるんで、当然キャナリーイエローとタックバースの違いだってもう色の違いでしかないと思ってるんで、まあ今回はそのバーブリッジっていうねパーツが減ったら減っただけすごくシンプルに弦の音がなんか活かされていくとは思うので、なんかいいところが多分あるんだと思いますけどね。ここぞというタックモデルにね採用したぐらいなんで、ここぞってまあ勝手に言ってるだけですけど最後かもしれないタックモデルに採用したぐらいなんで、その仕様
ピックアップでの音の差はないのでしょうか。いや、当然ありますよ、そら。まあ、違うピックアップで弾くみたいなことがなかなか機会がないので、同じようなレスポールでピックアップが実はバーストパッカーのなんか1とか2とか3とかちょっと違うやつなんですよみたいな、並べて弾いたりとかしたことないんで、まあ、実際俺がそれを聞き取れるかどうかもわからない。まあ大差ないと思いますよ。まあでもタック DC はなんか弾いたらピックアップが結構特徴的なのかなってちょっと思ったかな。でもとはいえなんかちょっと思ったって感じ。そんな細かいことよりもチョーキングちょいミスったみたいなので、ちょっとピッチが悪かったみたいなのでとか、ちょっと音がかすれたとかで90点の演奏が30点とかに大暴落するんで、そのピックアップの音の違いとかって超ビビたるもんですよね。だしどっちもいい音なのはいい音だし、音の差がないはずはないけどね。あ、タック松本 DC ゴールドトップ249万8000円で出てますね、7月15日に。あ、20本限定だったんだこれ。これどっから出してきたんでしょうね、このタイミングで。明らかにこのシグネチャーモデルがこのゴールドトップでエイジド加工っていうので似てるところを狙って出してきてますよね、これ。20本限定なんだ。そらまあ高くなるか、さすがに。